コロナの真っ最中でオープンだった。鹿児島の屋台村ってとこにお店を持ってたんですよ。カゴンマふるさと屋台村っていう、そこでまあ屋台を知って、屋台面白いなと思って、屋台の本場でまあ修行したいなと思って、将来その鹿児島の活性化のためにも屋台というものを鹿児島でもやりたいなと、まあ、今は勉強をしに来てる感じですね。一番よく出るのはあの明太子の天ぷらですね。こちら鹿児島屋台なんで、炙肉焼きとかですね、鹿児島の特徴出てていいかと思いますが、豚肉の頬肉です。こめかみの部分になります。食材だと思ってるんですよね。鹿児島っていうのは牛、豚、鶏全てが美味しいんですよね。けどやっぱ畜産王国鹿児島っていうだけあって、やっぱり素材の良さが光ってると思いますね。鹿児島のものを必ず使うようにしてます。はい。Thank you.
人同士がこうなかなかないじゃないですか、肩とかが触れ合いながら全然知らない人たちがこう横でこうもうすぐこの隣でねご飯を食べるなんてなかなか他の飲食店でありえないじゃないですか。そこ辺の良さがやっぱ屋台の良さだと思いますけどね。オーストラリアとか、まあ、地形も多いですよね。公開イコール屋台みたいな感じになってますので、そこはまあ、ね、観光地としてやっぱりこういう屋台をなくすんじゃなくてやっぱり広げていくのは結構大事なことなんじゃないかな。正直昔は屋台なんか行ったこともなかったんですけど、まさか自分が屋台やってるなんて夢にも思わなかったです。やっぱりその好きなことを仕事にしたいっていうのがあって、まあ、屋台とか、まあ、飲食業がすごい好きなので、まあ、だから僕は逆に言うともうこれしかしないというか、これしかできないので、これしかしないって決めてますね。